野獣は1977年に結成された日本のハードロックバンドである。1978年、初来日したジュダス・プリーストの名古屋公演のオープニングアクトを務める。ヤマハコンテスト名古屋ミッドランドにてグランプリを獲得。イースト・ウエストにゲスト出演し数社からのレコード会社からオファーがあったが、1979年に SMS レコードよりアルバム フロムザブラック o ールド地獄の叫びデイデビュー。その後解散するが2016年、ギター元スナイパーの草壁バーニー生息、ドラマーに川口千里を加えた新ラインナップで再結成。2019年にデビュー40周年を迎えるも、ここで活動に一区切りということで、ファイナルツアーを開催。ツアーメンバーは AS、as ララ、チェリーのオリジナルメンバーに加え、 ギターが2016年に引き続き元スナイパーの草壁バーニー生息、そしてドラムにソフィア、ノベラ、ウィーン、ジャックス・エヌ、ジョーカー、アクション、RA、イン、パニッシュなどで活動し、現在、ラウドネスのサポートドラマーを務める西田ドラゴン、隆一が参加。またエースは、日本全国をツアーしているが、各地のファンらと一緒に、野獣風というセッションバンドで野獣の曲を、 演奏しており、これまで神奈川県のメンバーとの野獣関東風、茨城県のメンバーとの野獣北関東風、北海道のメンバーとの野獣北海道風でライブを行っているアルバムありがとうございます。